家から出ないと思います。おそらくはい。 では、下野さん、本日のコーディネートのポイントを教えてください、はいえー、シンプルで、えー、とてもこう大人っぽいスタイリングだなと思っていて、えー、このきれいめなジャケットにあえて、えー、白いタートルネックを合わせて、そこにネックレスという、まあ、シンプルながらもこう上品で、えー、すごくエレガントな装いで、えー、とても自分自身、気に入ってますどんな日に着たいとかありますか どんな日にそうですね。まあうん、フォーマルなので、すごくこう夜景が見える素敵なレストランとか、あんまり行ったことないですけど、まあそういったところに、こういったあのスーツで行けたらいいなと思っております。そんな中な、ママのコリデーシーズンですけれど、はい、今年はどのように過ごされますでしょうか今年は家から出ないと思います。おそらく。<laughs> はい。その衣装を披露する日もなく。 そうですねあのやっぱり人が多いので、えー、多分、仕事があると思うのでその仕事終わりにこう幸せな人々のみんなの笑顔をこう横目に見ながら帰宅して1人で、まあ、ゆっくり過ごせたら全然いいなと思っております。